AL ワイフは、シン化に属する魚類の一種。両側海遊型と陸風型がおり、陸風型は、ソーベリームーナイとも呼ばれる。同じ水域に生息する魚と比べると、大きく、体高が高いことで、区別できる。この体型から、太ったおみ、を意味する、アレワイフと名付けられた。カナダ大西洋州では、ガスパー、ノバスコシア州南西部ではキーク、または、 カイックと呼ばれる。ロブスタータラサバ漁などの餌として好まれるほか、食用にもなる。本種は典型的な北米産シャットの一つである。最大で全長40センチメートルに達する。生態は群れを作り、主に沿岸や川口で過ごす。春には川を遡り、流れの緩やかな場所で産卵する。産卵後には海に戻るが、40から60%の個体は死亡する。 寿命は10年ほどで、生涯に2から3回産卵すると見られる。稚魚は微生物を食べて成長し、夏から秋にかけて海に降りる。ウェランド運河を通ることでナイアガラ滝を迂回して、五大湖に侵入した。ヒューロン湖、ミシガン湖で大増殖し、1950から1980年代にピークに達した。これは乱獲と海集めの侵入により、 頂点捕食者のレイクトラウトがほぼ消失していたことに起因する。この時代、本種の季節的な大量死により、湖岸には多数の死骸が漂着していた。これを制御するために、銀酒マスノスケなどの太平洋産酒が導入され、酒、エールワイフ群集が成立することとなった。これは釣り人には喜ばれたが、一方で多くの在来種の減少を招いている。 元々の生息地では急激に減少している。要因は様々だが、ダム建設による繁殖地の喪失、乱獲などが挙げられる。ありがとうございます。